というわけで、突然実験機器が暴走し、同僚の研究者が巨人化してしまったのです。そしてエリア内は大量のワイヤーズに占拠されてしまった。なるほど、国はスキャンダルを恐れて対策を取れない。そこで私たちに処理を頼もうと。ちょっと待って、巨人が何だって？地球が盗まれた？どういうこと？地球の危機ですね。いいでしょう。この世は不思議で満ちています。あえて私たちは深く追求はしません。依頼が何であろうとしっかりこなします。巨人を処刑して地球を取り戻すのだ。まあいいわ、国からたんまりとお金を踏んだくってやりましょう。ビビアン、ちょっと。エリア151は国家機密の研究が行われている場所よ。宇宙人を捕らえているとも言われているわ。相手が巨人でも宇宙人でも仕事を遂行するのみですよ。巨人でも宇宙人でもかかってこいや。とは言うものの、巨人が見えないわね。あの大きさなら壁の向こうに見えるはずなんだ。我々に恐れをなして逃げたのだ。これ巨人のいびき。緊急事態です。敷地内のどこかに寝転んでるんでしょうか。どうしてもあの巨体で姿が見えないのは不思議ですね。涼しい地下で寝てるみたい。寝首をかくしかないわね。そうですね。寝起きが悪いのだけはやめてほしいですが、ミカ、いつも通り。ラッチャーまるで怪獣映画ね。イタリア製の B 級怪獣映画なら楽だったんですが。これは悪趣味ですね。どうやらそこではワイヤーズを大量に培養していたみたいね。これで我々に依頼が来た本当の意味が分かったわ。それと巨人の姿はまだ見えない。レーダーによると多分、僕の見間違いでなければ目の前に。どうやら疲れて寝ているようですね。まるで子供ね。何か情報は？弱点は目よ。目を狙って。ラジャ、就業のサイレンよ。まったくこんな時に巨人が起きてしまうわ。
所長、これは残業手当ですよ。楽しもうと思っただけです。私を探してたんでしょ？あなたが来ることは分かっていたわ。これはおまけよ。またいらっしゃい。待っているわよ。
巨人になった研究者はクローンの研究をしていたそうよ。クローンは国際的に製造が禁止されたはずです。国がこの事件を表沙汰にできないわけです。ますます国からお金を踏んだくれそうだわ。絞り取れるだけ取りましょう。珍しいじゃない。倫理規定に違反するものは徹底的に切るのが僕の主義です。ねえ、このゲームは倫理的に大丈夫かしら。知りません。私は命じられた仕事を遂行するのみです。さすがね。ところで左腕の調子はどう？調子？特に問題はありません。そう、気をつけてね。なんてことなの、巨人がビルを壊している。了解。Yeah!
先に大きなやつを片付けて。
するわよ。Thank you.二つも借りができたな。忘れていないでしょうね。彼のビームには要注意よ。
かを。キラーイズデッなるほど、これですか。これが盗まれた。マンダ先輩先輩分かっています。もしもの時は私も。完了しました。了解。アバガロアバガロ。何語？アバガロアバガロ。宇宙人？私たち未知との遭遇しちゃったわけ？小さな太陽ですね。つまりこれが報酬っていうか、これじゃただも当然よ。社長、任務は。ご苦労。早速だが次の任務だ。依頼人はロシアの国防省、シベリアの暴走機関車が標的だ。モスクワが危ない。え、今ロシアって言った？急げ、時間がない。私は先に向かっている。ロシアってどこ？ここから遠い？ねえ先輩、モスクワって何？海かも行くのだ。ねえシベリア。